はいえー、ただいまご紹介いただきましたプライムストリーム北海道の林と申します、はいえー、まずはですね弊社の紹介を簡単にさせていただきたいと思います弊社は北海道の素晴らしい食品を海外に発信する会社として2013年に設立されましたと府けで、えー、雑穀卸しをやっております山中のグループ会社になります 日本国内の仕入れや輸出業務をメインで行うプライムストリーム北海道とシンガポールで輸入と現地での卸販売をメインに行うプライムストリームアジアがございます。どちらも2013年8月に同時に設立されました。まだまだとても小さい会社ですので規模もとても小さいですが 今日は、われわれ小さい会社なりの輸出の取り組みについてお話しさせていただくことで、えー、皆様、えー、輸出に対してもっと身近に感じていただければと思います、はいえー。続きまして、主なシンガポール向けに行っている商品について、あごめんなさい、シンガポール向けに行っている輸出について、簡単にご説明させていただきます。まず、えー、航空便なんですけれども こちらは毎週3便ずつ運行しております。千歳から週2回、成田から週1回となっております。主な輸送品は生鮮品でございまして、ウニや生ガキ、鮮魚、舞茸、王様椎茸、マッシュルームなどを毎週レギュラーで送らせていただいておりまして、あとは季節の野菜ですとか果物、乳製品なんかも送っております。 続いて海上便なんですけれども冷凍便につきましては月1回苫小牧港から出しております2015年4月から定期化したんですけれども、えー、弊社として苦労しているポイントはやはり物量の部分になります現地での在庫状況ですとかさまざ、あ、まな理由によって物量が少ない月ももちろんあるんですけれども定期化している以上、えー 弊社の瓶を当てにしていただいているお客様もいらっしゃいますので積載量が少なくても毎月必ず出さなければなりませんコロナ禍以降会場運賃も大幅に値上がりしておりますので、まあえーとまあ、その辺はとてもリスクになっているところでもあります現在ですね毎月満載まで持っていき今後瓶数を増やしていくことが弊社の課題でもあります 続いてなんですけれども 2020, 2020年に種類輸出入卸売免許を取得しましてお酒の輸送を見据えて冷蔵便についても定期化をしていきました現状、主な輸送品はお酒や小麦粉、じゃがいもラーメンスープコスメなどです。 こちらはまだ2ヶ月に1回の運航となっておりまして、まあ、物量に応じて FCL と LCL を使い分けている状況でございます。続いて、えー、GFP との取り組みについてですが、今現在進行形で行っているのが、シンガポールを経由したマレーシア向けの輸出になります。苫小牧港からシンガポールまでを海上輸送。 シンガポールからマレーシアまでは冷凍トラックを使用して輸送します。今週末にシンガポール港にコンテナが到着する予定でして、その後、来週以降にトラックに積み替えて、マレーシアのクアラルンプールに向かう予定になっております。北海道産冷凍食品のニーズの確認や、シンガポールからマレーシアまでの陸送における物流コストや時間、品質保持などを検証いたします。 また先日開催されました GFP のシンガポールイベントの方にも参加させていただきまして私も約4年ぶりにシンガポールへ行ってまいりました弊社では十勝産の熟成じゃがいもや北海道産のレトルトコーン冷凍ミニトマトトマトジュースや水産品などの食材を用意しましてシェフに調理していただいたものをブースの方に展示させていただきました 来場いただいたバイヤーの方々から味については大変好評をいただきましてつい先日、本当2、3日前なんですけれども来場いただいていた飲食店の方からちょうどその熟成じゃがいものオーダーをいただいたところです。他の商品につきましても引き続き提案させていただきたいと思っております。 続きまして、えー、地域商社の役割というところなんですけれども、えー、弊社は冒頭にも申し上げましたとおりまだまだ非常に小さい会社で、えー、ですのであの大手の企業さんのような、えー、規模感は正直ございませんですが、えー、我々のような小さな会社でも、えー、できることはたくさんあると思っています 意外とあの言っていただければ意外と結構本当にいろいろできることがありますでこの10年間で培ってきた輸出入におけるノウハウもございますし今すでに輸出に取り組んでおられる事業者さんやこれから挑戦してみようと考えている事業者さんのお手伝いをさせていただきたいと思っております私たちにしかできない細やかなサポートももちろんあると思いますし そこが、えー、我々の強みだとも思っておりますですので地域の皆様と協力し合いながら一緒に輸出を増やしていけたらと思っております輸出の課題点についてですが私が今感じている点をいくつか挙げさせていただきました上から順番に、えー、上から順番にですねいきますけれども 特定の商品を取り扱う卸業者が決まっている場合がございましてこちらは日本酒などでよくあるのですがすで、えー、に輸出者、輸入者が決まっている場合同じ国に対してはそのルート以外は基本的に NG ですというふうになる場合があります、えー、次、国内供給でいっぱいで輸出に回す余力がないというところでこちらも、えー、よくあるんですけれども。 まあ、この2点につきましては現地法人から引き合いが来ても商品が出せないので、えー、断ざるを得ないような状況になっております。えー、続いて国内物流についてなんですけれども、えー、こちらは現状、弊社の、まあ、課題という感じなんですが国内各地から商品を、えー、千歳成田苫小牧の方に集約しておりまして、えー、特に冷蔵品や冷凍品が多いので えー、宅急便なんかを使うとです、ね、送料が結構かかります。えーえーとまあ、現在です、ね、いろいろちょっとあの調べてはいるんですけれども、まあ、市場便なんかを使ってうまくこう回していけないかなというところも、えー、検討しております、はい。次に輸入規制についてですが国によっては結構規制が厳しくて、えー、ハードルが高い国もあります。 シンガポールは比較的簡単なんですが品目によってはライセンスや施設の認可などが必要になりますのでその部分では条件に合わないこともありますそして最後に物流についてですがこれは先ほど会場便のところでも申し上げたとおりですいろんな事業者さんと協力して物流を増やしていく取り組みができないかなと思っております 現地法人から引き合いのある商品についてはこちらに記載のとおりです先日シンガポールでお客様である飲食店さんを何軒か回らせていただいたんですけれどもあの結構多かったのが野菜今何かありますかというお声を多くいただきましたシンガポールは四季がありませんので 日本の四季に合わせた食材をメニューに取り入れて、季節感を出すようなこともよくされています。また、コロナ以降は健康志向の方も増えたと感じております。ヘルスベネフィットのある商品はニーズがあると思っております。ただ、あのシンガポールの人は結構ミーハーであの流行に乗りやすいんですけれども、飽きるのもとても早いので、トレンドがすぐ変わっていくという傾向があると思います。 また現地の、弊社の現地の営業の方からよく言われるのがストーリーのある商品は非常に興味を持ってもらいやすいということをよく聞きます。また、今もまだ北海道は非常に人気がありますので北海道らしさがあるものも需要が高いのではないかなと思います。 輸出,取輸出取り組みの工夫についてなんですけれどもそれに関しては3点ございましてまず1つ目小口輸送パッケージというサービスを提供させていただいておりますいよいよコロナによる規制もほぼなくなりまして海外へも以前のように行けるようになってきた今商談会やイベントなどがたくさん開催されておりますそれに伴い商品を送る機会も増えてきているのではないかと思います 弊社ではあの定期便先ほどご紹介しました定期便がございますので商品1つからお預かりして輸出することもできますし現地での配送も可能です。冷凍冷蔵常温すべての温度帯の輸送が可能ですのでもしご,ご興味がある方は後ほど詳しくご説明させていただければと思います。 2つ目ですが輸出拡大を目指す事業者様との業務提携して一緒に取り組みをさせていただいております。事業内容がバッティングしている部分もあるんですけれどもお互い協力し合いながら互いの強みを生かし輸出を拡大していければと思っております。3つ目の道外からの輸出についてですが現在は千歳と苫小牧をメインとした物流の組み立てを行っておりまして ただあの、スケジュールなどの利便性については、やはり多少、その課題点などもありますので、現在のルートのほかに、まあ、羽田や関空などの空港を活用した物流ルートについても検討していきたいと考えております、はい。最後になりますが、PS グループ、あ、弊社のプライムストリームグループの地域商社としての役割は、主にこの2つと考えております。 海外進出を目指す生産者・販売者に対して限りない勘弁性を提供すること北海道や日本の優れた食品や食材を海外に広めることこれらは会社設立時からの我々のミッションとなっておりますまだまだ力及ばないことも多く、えー、まだまだ力が及ばないことも多いんですけれどもまずは十勝のそして北海道の事業者の方々に 輸出のことはプライムストリームに聞いてみようと思っていただけるようそして、微力ながら地域に貢献していけるようこれからも頑張ってまいりたいと思います。以上、簡単にはなりましたが私からの発表は以上となります。ごご聴どううもありがとうございました。